ドロテア・シャルロッテ・フォン、ブランデンブルク・アンスバッハは、ドイツのブランデンブルク・アンスバッハ辺境博家の、高女で、ヘッセンダルムシュタット砲博エルンストルート・ビヒの最初の、妻、ブランデンブルク・アンスバッハ辺境博アルブレヒトと、その2番目の妻でエッティンゲン・エッティンゲン博、ヨアヒム・エルンストの娘であるゾフィ・ー・マルガレーテの間の、第4子、次女として生まれた。 父にとっては5番目の娘である。1687年12月1日にダルムシュタットにおいてエルンストルートビヒと結婚した。ドロテアシャルロッテは熱心な経験主義の信奉者であり、宗教政策の面で夫に大きな影響力を及ぼした。砲白夫人は経験主義の創始者フィリップ・シュペーナーの支援者として活動したため、宮廷や 国立大学の講義を受けることになった。ドロテアシャルロッテの死後、エルンストルート・ビヒは、経験主義に対する態度を硬下させた。紅白夫人の意外は、ダルムシュタット市教会に葬られた。夫との間に二男三女の五人の子女を設けた。ありがとうございます。